そして進次郎が小林に圧倒的に勝っている点がある、知名度だと、今回の総裁選は派閥の枠組みがないため長老たちによるコントロールが効かない、そのため進次郎を小林に加えて茂木や河野、場合によっては石破や野田聖子、高市早苗、林芳正、加藤勝信など候補者が乱立することが考えられます。となると1回目の投票では票が分散し誰も過半数を取れません、その可能性が大きいよね、仮に進次郎と小林の決選投票となれば議員たちは次の衆院選のことを考えます。そうなると小林では選挙の顔としてあまりに弱い、まだやっぱり知名度が低いから、で多くの議員が進次郎に投票するのではないでしょうか、この読みはまあそうだろうなと思いますよね、進次郎総理の誕生、そして進次郎が爆薬を表す前に解散総選挙というんだけど、もう爆薬あるって前提に書いてますよね、そうなんだ、記事が進次郎が爆薬を表す前に解散総選挙、だからもうすぐだよな、やっぱ菅さんがね、やっぱ組閣して支持高かった時に解散してれば、あの時延命できたたんですけど、本当はね、やっぱコロナの関係もあるからってことで伸ばしたんで、それが菅さんの命取りになっちゃったんでね、出られなかったね、そういう意味ではやっぱりまあすぐやるんだろうね、支持率絶対高いですから、なんかそのちょっとなんていうか人気のある人たちで組閣して、やるでしょうね、政治アナリストの伊藤敦夫氏、私は進次郎さんのことを天才子役と呼んできました、若い頃からチヤホヤされて政治家としてちゃんとした実力をつけられなかったという意味です。彼を持ち上げる動きがあるとしたら神輿は軽くてパーがいいということなんでしょうと、小田一郎さんのまあ名言といいますか、自民党のベテラン腹黒い連中のおもちゃにされようとしているようにしか見えません、進次郎と小林、若いが政治家としての能力が未知数の2人が一騎打ちを行う、そうなれば確かに世間の注目を集め総裁選は盛り上がるかもしれない、しかし背後から2人を自分たちの思い通りに操っているのは古い自民党体質が染み付いたベテラン議員たちだ、表紙をどれだけ新しくなっても中身はいつも変わらない、それが自民党なのかもしれないって言うんだけど、まあ表紙が変われば中身もある程度変わりますよ、これは。そうですね、あとまあやってたら実力ついてくる場合があるんでね、そうそう、そういうこともある、そういうこともある、そうなんですよ、だからそう最初はやっぱりいろんな人の、影響を受けながらやるでしょうけど、とにかく選挙は強いわけですから、それでいけばね、勉強もしていろいろ進んでいく可能性があるんですよ、だから今から勉強すればいいわけだよ、だからブレーンですよね、まあそうですね、どこまでブレーンを菅さんと、サンデー毎日は森山さんにインタビューして森山博氏が明かす岸田不出馬の全真相っていうのをやってるんですけどね、これもまあ、もう岸田不出馬はもういいよと、森山さんはまあ非常に穏やかなね岸田内閣を一生懸命支えてきましたけど、総裁選どうなるか分かりませんけど、結果が出たらノーサイドで自民党が一丸になって支えられる人じゃないとダメだ、つまりキャリアと人柄だ、それに尽きると、サンデー毎日はちょっと岸田不出馬の全真相だってもういいよという感じになっちゃうよね、そこはね、それでもっと残念なのはですね、あの立憲ですよね、立憲はもう何の話題もなくなってしまいました、何の話題もないですよ、はっきり言って、しかも昔の名前で出ていますという状況、それでさ、野田と枝野がそううんぬんって言ったってさ、もう誰も興味持たないし、そうですね、よほど古臭いね、自民党より古い感じになっちゃうね、はっきり言ってね、野田さんが例え出たとしてもね、野田さんはまあそれなりの政治家だと思いますけど、しかし野田さんが出てさ、枝野が出て、どうなんの、泉はどうなの、泉は多分まあそのまま出るんじゃないですか、20人集まるんですかね、なんかこのバカなルールで20人にすること自体が、自民党の半分しかいないのに、そうそうそう、20人だって出ないよな、自民党だと50人ぐらいのインパクトです、50人集められないじゃないですか、自民党だって、そうなんだよ、なのに立憲の中で20人集めるっていうのは相当ハードル高いのに、真似して20人にしてるから、そうなんだよ、登記を、新聞はしょうがないから書いてますけど、誰も注目しないよ、そうですよね、立憲のダメさを見せつけるような党首選になっちゃったね、これね、代表選にね、自民党の40代で、コバホークもそうですけど、何人かすごいのいるんだと、自民党人材いるんだっていう話を前から僕聞いてたんですよ、だから上のね、世代も、首相候補いっぱいいるけれども、若いやつでどんどんいいやつがいるからっていう話はしてるんですね、そうなんですよ、
だから一気に世代交代して、あの名を売っていく人がどんどん出る可能性ありますね。そうなんだよね。そのに比べ立憲はね、立憲はもう何にもないですよ、いないな、だろうな、はい。